はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回も、フォールアウト4 DLC ヌカワールド、やっていこう。また前回から若干モッドが増えたり、まあ、もしくは消したりもしてるので、その辺全部は紹介はしないので、また動画説明欄の下の方を参照にしてください。プレイしながら紹介していこう。前回は、なんだっけな、オペレーターズとディサイプルズ、そしてこのパックスだ。パックスのこの3勢力をまあ仲良しにしてやって、うまいことヌカワールド統治しようっていうことなんだけど、それで前回はボスの皆さんからお話聞いたんで、3つ全てのギャングに総支配人として支持してもらうことに成功した。みんなに協力してもらえることをゲージに伝えよう。協力してもらえるかは、まあ、これからのやりくりにもよるんだけど、このポーラーカーアリーナだっけな、ここがガントレットから抜けてきた出口で、この左側のこっちがメインゲートと言うべきかな。多分ヌカワールドメインゲートなんだね、きっと。見事に荒廃してるけど、こっちにエスカレーターとかもあるし、まあだけど本来ならこっちに出てくるはずなのに、ここの人たちがね、ガントレットにしてコロシアムのようなものを作っちゃってね、殺し合いを見て楽しんでるというね、まあ世紀末世界なわけだけど、動画外でも若干周りを探索してみたりしたら、まあなぜか離れに住んでる人の家があったり、一家殺人という恐ろしい少女が住んでいたマンションがあったり、また宗教の人たちがいるようなキャンプがあったり、そんなところかな。結構ね、蒸し暑そうなね、場所なんだけど。早速じゃあゲージに報告しに行こうか。と思ったんだけど、アップデートなのか、それともヌカワールドの DLC を追加したからなのかはわかんないけど、ロボット系を、ロボット系に、あ、違う違う違う。ロボット系に、これハッキングってのができるようになってて、こんな風に。で、これで、ユニットを停止っていうのとね、あと自爆開始ってのがあって、まあ、自爆開始したらもちろん自爆してくれるんだけど、まあ、これといって特に、敵はしない。ニーラが撃ってほしかったら停止させることはできる。じゃあ、ゲージに報告に行こう。さあ、ゲージに報告、報告。ピズトップグリル。お、コーラある。ね、そこら中にね、意外と探したらね、たくさんコーラがあるんだな、ここ。やはりヌカワールド。あ、ここで説明しちゃおう。ライトのね、モッドをね、新しくしたんで、以前まで使ってたライトのモッドを消しましたよ。光源がね、しっかりこの、ピップボーイが光ってるようにちゃんとなるように調整したモッドになった。こっちか。さあ、ゲージ、ギャングたちとお話ししてきたよ。総支配人のお戻りだ。無事に戻ってきたな。いい兆候だ。ご近所の友好的なサイコどもとはうまくいったか。いろいろ約束しすぎなかったといいな。まあ、多少やりすぎるのは仕方ないが、約束を果たせなかったときに、そのせいで恨まれる事態は避けた方がいい。口出しをするな、ゲージ。とかある。なんかね、主人公の個性が強くてね、この辺の発言もね、結構幅広くできるんだけど、いい人ぶるよ。みんな協力してくれる。みんな協力してくれる。あんたならできると思ったよ。これからが腕の見せ所だ。やるべき仕事がある。ここはとても広大で、いくつかのセクションに分かれてる。昔はパークとか呼ばれたらしい。すべてを一つずつ取り戻さないといけない。一つ確保するごとに、こっちに余裕が生まれるし、資源も増える。権利を主張して、どれかのギャングの旗を立てれば完了。そこはその連中のものになる。どこに獲得させるか、選択は任せる。もらったギャングからは感謝されるだろうが、他の連中は嫉妬するだろう。わかる。奪ったパークをギャングに振り分ける。
もう十分にスペースはあるとか、もう全否定のワードがあるけど、支配するのはいい気分だろうな。支配するのはいい気分だろうな。まあだろうな。ここすべてを支配下に置けたらどんなにいいか、それだけだ。単純だろう。少し時間をかけて落ち着くといい。それから始めよう。それと一緒にやるんだから積極的に関わってもいい。背後を守ってほしければそう指示してくれ。お、ゲージと一緒に行動できる。どうしよう、せっかくパイパーをちょっと好感度とか有効度を上げるために連れてきちゃったけど、まあ、せっかくだしゲージと行こうか。ゲージと行くか。それはいいな、ゲージ。そうしよう。あんたは総支配人なんだぞ。じゃあパイパーじゃあ一回帰ってってもらおうか。まあ、サンクチュアリに帰っといてもらおう。サンクチュアリ今ニックもいるしね。さあクエスト完了。パイパーには帰っていただいて。そうか、確保か。ザ・グランドツアー。ああ、たくさん確保。これか。ギャングのために領土を拡大するには、ヌガタウン USA の壁の外にある全てのパークを確保しなくてはならない。あ、で、どのギャングがそのエリアを占拠するかを選ぶ。キッティ・キングダム、ギャラクティック・ゾーン、ドライロック・ガルチと、サファリ・アドベンチャーと、ヌカワールドの瓶詰め工場。工場もあるんだ。でもこれ見る限り全部でパークが5つしかないぞ。で、ギャングが3つ、勢力。どう振り分けるこれ。絶対どっか不満言うやん。で、ゲージ。どうしたボス。ゲージ何持ってんの。こんな高価なものをたくさん持てるって。あ、違う。あれ、弾しか持ってないけど。合わせすぎる。いいのかな、弾だけで。じゃあ早速、ちょっとね、名前からしてなんかね、楽しそうな雰囲気のあるギャラクティックゾーンから行ってみるか。よし、じゃあ行くぞ、ゲージ。で、そうだな、このコルター総支配人を倒す専用武器として手に入れたこの水鉄砲、これもう他に使い道ないんだけど、どうしよう。なんか役に立つかな。武器もね、ちょっと今回必要最小限にちょっと重量加算じゃうんで、アサルトライフルもこの誤訳の過激な会話だけに絞ってて、あ、パークマップがある。現在地ここで、これがギャラクティックパークだからこれだね。なんかあの廃業してしまった遊園地感がすごい。ギャラクティックゾーンで、このマスコットキャラクターもね、ちょっと酸化してる。これ錆びついてると。あれ、人が死んでるけど。なんか案内ロボットみたいなのも死んでるけど。スターコントロール、戦いの跡を調べる。ギャラクティックゾーンのすぐ外でトレーダー集団とロボット間で起きた戦闘したの。日誌がある。拾ったものは俺のものだよな。俺のもんです。あなたのものじゃない。待って、日誌これだ。あれ、テープ。あ、音声ログじゃないのか。4月8日2286年。お父さん、明日またギャラクティックゾーンに向かうと言っていた。その4日後。全て私のせい。悲鳴が聞こえる。これ死んだ感じか。そして毎回さ、こういう死体からかき集める音声ログとか、ほとんどフラグ感しかないような音声または
そういうログしか残ってないからね。トレーダーも死んでるし。入り口。なんか敵が、敵のマーク、ミスターフロシのロボット攻撃してくんの。さあバッツで、あ、そうだ、バッツをね、高速化するね、モッドもね、入れたんでね、サクサク倒していこう。あれ、なんか一発の威力が高い光線打ってくる。壊れた？ヌカトロンディフェンダー、ディフェンダーなのになんで攻撃してくる？アイボットもいる、ね、この辺ちょっとね貴重なアイテム多いからね、いただいていこうね。撃たれるなら至近距離がいい。ギャラクティックゾーンヌカって書いてある。あれ、これコズワスと同じ声だ。いた。OK。タレットも多いな。まだアイボットいる、アイボット。アイボットいた。どう？まだアイボットいる。こうして、こう。ね、バツがスピーディーなのはいいね。この武器ね、バッツ命中率上がる武器だからね、当たんないこともあるけど楽々。最高だね。最高だ。締め殺しました。もう目の前にスターコントロールっていう部屋がある。パワーマンある。あ、待って、敵もいる。ほぼ一発だ。ファーハーバーでも鍛えたからね。で、放射のダメージすごい。とアイボット、ロボットしかいない。そう、おお、レーザータレット、こうだ。間違ってピップボーイ開いちゃう。さて、この辺をねどんどんじっくり探索したいところだけど、あんまり探索しすぎるとそれだけで動画1本終わってしまうから、基本的にねサブクエストはね動画外とかでやったりしてメインをちゃんと進めていこう。なんだけど早々にちょっと脱線し始めてるから、さっきのコントロール室に。なんだけどこれ入れないよな。これ上から入れる？入れそう。待て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 、タレットが。あ、ぬか行楽ワンタームとチェリー、何事？どう？こいつすげえ放射能出してくんな。フロシー、ヌカコーラビクトリー。なんかね、ヌカワールドね、ヌカコーラの種類が増えてるんだよな。ヌカコーラビクトリーなんてなかったし。あ、あんな奥に出てて。もういない。さて、今の下のところに行きたいんだけど、なんかこういうゲージを見るとパワーマンのヘルメット、いいものがたくさんありそう。会場やった。よし、ん？スターコア、スターコアってなんだ。そしてミニニューク、何もない。防護スーツ、レーザーライフル、
怖がる必要はありません。エンプロイズオンリー、素晴らしい。なんかある？ぬかゲートのぬかケードのチケットロール、チケットロールを、ん、あ、これぬかコーラクアンタムのキーホルダーがついてる鍵、技術資料もあった。鍵ゲットしたよ。これただのボトルだし、これ下行けるか、こっからエレベーターっぽい。あれ、主電源が動いてない。え、電源探し。え、でもぬかワールドって今書いてあったけど、日が暮れちゃう。どうしようかな。なんかこの辺近くにある？あ、出た、これ。これ、ぬかミキサーステーション。これは、今動かせない。これ、いくつかのぬかコーラをミックスして別のぬかコーラを作れるっていう、まあ、そのぬかコーラ専用のマシン。めっちゃ話にかぶってくる別のロボット。ちょっと電源探そう。これどうも電源通さなくても、これ開くね。ここ普通に開くのか。開けちゃおう。さあ、そこにさ、そこにパワーマーがあるんだけど、ちょっと青っぽい輝いてるパワーマー。欲しいんだけど、開かないこれ。あ、スターコア。うわ、すごいな。多分動かないだろうな。とりあえず触らないでおこう。スターコア？あ、が落ちてる。あ、これはめ込めって？あれでも抜けてる部分たくさんあるけど、これ。これ動くのか、これ。あ、スターコアを組み込み中、これ35分の2って書いてあるけど。あと33個ある。あー、メインフレームを直す。なるほど。あ、そこら中にあるのか。あ、なんか今ボルトテックって、ボルトテックアマングザスターって書いてある。なるほど。アイテム探しからのドッキングか。ギャラクティックゾーンの屋外でスターコアを見つける。たくさんあるのね、じゃあこれ。なるほど、死んでるし。あ、メインフレームを直すってあるもんね。で、あと確保でしょ。クエスト、ぬかワールドのギャラクティックゾーンはスターコントロールのメインフレームによって管理されていたが、秩序の維持に必要なスターコアをトレーダーたちが外してしまった。トレーダーめ。トレーダーやりやがったな。ちょっとメインフレーム見に行くか。ここ出て、待って、ぬかコーラが目についた。ぬかチェリー。あ、これがボルトテックアマングザスターだな。ここに入って探せってことか。ぬかコーラクアンタム、とりあえず入ろう。入った。ここでスターコアが6つある。オッケー。エレベーターがあるけど、ボルトの考え方は、しかもこれボルトだよな、形。自分では何もコントロールできない状態で地下に入れられて問題が起きないはずがない。こんなとこにボルトある？もしかして入り口でなってるからこっちか。あ、おう、あ、あー、そういうアトラクションか。未来では宇宙での冒険を求めて新たな発見の旅が始まっている。じゃあここ安全な場所か。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。安全じゃない、全然安全じゃない。攻撃してくる。あ、違う。
飾ってあるもののはずが攻撃してくる。できるなら何も後に残す。こんなとこ戦い進みながらスターコア集めるのか。でこれ宇宙服、宇宙服ゲット、宇宙服これか。あ、切れる切れたあ、マネキンに宇宙服着せてたけど普通に切れるんだこれ。おお防御力の値がすごい低い。これはダメだ。記念に持っとくかこっちにドアがある。エキスパート、え、右向いたらマスク消えるんだけど。いや、ライトつけなかったらこれすげえ怖い。バグかこれ。あーで、スターコアがある。これやだ、もう取っちゃう。よし、スターコアまず一つゲットで。じゃあここちゃんとこういう、ロックピックでエキスパートとか開けれるようにパーク取得しとかないと、ゲットできないじゃん。あ、生きる道があった。地下だ。おお、ようこそ、ボルトテックのコロニー、アークトラスへ。おかえり。ちょっと待って。生きてる。撃っちゃう。先手一勝。おっと。あら。あら。あら。当たってねえよ。待って、死ぬ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 。予想以上に強い。ここ冒険か。確かにボルトらしい作りしてるけど、進路がいくつかある。なんかいる。左行こう。あれ待って、宇宙服またある。これ宇宙服持っておく必要あるかこれ。あ、クエストアイテムなのかこれ。クエストアイテムなのか。何のクエストか分かんないけど、じゃあ集めておくか。あ、なんかホロテープっぽいものじゃなかった。左から行くか。あれ作られてない作られてない。建設されてないじゃん。待って、あれ倒しとこう。あ、リロード。硬い。オッケー。おお、あ、待て。何回も言ってるけど、このバッツの高速すごい気持ちいい。さあ、ロボットの新しいモッドも手に入れちゃって、これ下降りれるな。降りちゃおう。で出てくるよな、これだんだんやって。あ、もう一匹いる。OKゲージの声がちょっと心臓に響くな低くて。こっち、おお、できてねえじゃねえかこっち。じゃあこっちか。あ、これはこれ引火するぞ。これあ、フュージョンコアの音する。これだろ、これ危ない。あ、危ない。あ、危ない危ない。火つく。壊しちゃって、あ、当たってない。オッケー。トラップない？トラップ。大丈夫か。
そのスターコアはないかとか見落としてないか。あ、観測室の鍵あった。ないね。お、びっくりした。あ、レベルアップした。これちょっと強いやつだ。ゲット。鉛筆、これなんだ。これデキャンタ。あ、スターコア刺さってるよ、スターコア。マスター、よっしゃ、やった。よし、さあ、お、ぬかこうらクアンタムまである。スターコアに、スターコアと、あ、ここにもある。スターコアと、あと2つか、ここには。骨骨になっちゃってるな。日記、あと2つどこにある。これマスターだけど、この中で、ここもエキスパートだけど、鍵とか手に入れたら開けてるっていうあれか。まあ解除しちゃうけど。いいね、オッケー。あ、あ、ミスターハンディ、話す、話せない、ハッキング、これ大丈夫かな。起動して敵対するやつなのか、これ大丈夫だよな。だ、うん、大丈夫じゃない、なんだよ。恩をあだで返すやつかよ。これ猿だし、これ。あ、ぬかコーラランチボックスまでマスコットキャラになってる。プロテクトロンモデル出てきた。ゲージ。広々とした個室には家と同じように過ごせる設備を持ってくれよ。敵いるよ。ちょっとこれさ、迷いそうなんだけど大丈夫かな。あ、俺が吐く前にここから出られるか。なんだなんだなんだ、視界がぼやけてる。あ、放射の物質あるもん。おっと、待て待て待て、ここタレットも多いし。OK、 ちょっとデリバラーに持ち替えて、こっちの方が罰早いでしょ。かかってこい、簡単にくたばるな。あって、放射能が強いよ。お、あ、違う。おお、いや、なにそれ。うわ、こんちはって何。スターコアゲット、あと一つ、よいしょ。こっち、あ、壊れてる。あと一つだぞ。どうだ、どうだ、あと一つだけど。コロニー内です。こっちもあんの。ボルトテックによる最先端の科学技術によって、これもらっとこう。可能な手段を備えたコロニーで安らかに暮らすことができる。うわ、問題と俺だけだ。どうどう、これだ。まだある。あと一つはどこだ。スターコア、これミニプチ植物園。あ、ボタン押したらアナウンスがかかんの。ここさっき通ったしょ。あ、ここ開けれる。あ、フュージョンコア、
死んでるし。あ、カセットテープあった。ルイス・ベイトメンから消費者がまた鍵。状態だ。幸運なことに関連して起こるうつ状態はまだだ。自殺者が問題になるのはまだ先だろう。サブリミナルメッセージの頻度を上げても多くの訪問者には影響がほとんど出ていない。だがパークの従業員が影響を受けるスピードを見れば明らかにある程度の成功を収めたことがわかる。これに何ちょっと話途切れちゃったけど、ここの研究者の話、ジャンク持って。いや、頼みたい。さあ、もう全部ゲットしちゃったけど、ここさっき飛び降りた場所、とりあえずここ一周回って出ちゃうか。ここ通ったし、ポチ通ってない。ちょっとナレーターが忙しい。で、ここも全部通ったか。あ、で、宇宙服いただき。突然ヘルメット消えるの怖いんだけど、ここ開けれる。やった。なんかある。誰か死んでる。なんもないのかこれ。なんかあるだと絶対。キャップ箱ん？なんかある。おもちゃある。おもちゃ拾ったってしゃあないな。あ、またこれか。あ、出口。詳細を希望する場合、プログラムに参加したい場合は、販売アシスタントまで。ありがとう。今日はヌカワールドを楽しんで。まんべんなくゲットできたか。エキスパート。開けちゃう。素晴らしい。さあこっちも開けれる。あ、あれ、ここさっき通ったな。なんか見落としてた。ここ通れる。で、このエレベーターが多分上か下に繋がってんだな。さっきのエレベーター、入り口のエレベーターのとこに。よっ、 OK、 出よう。さて、夜になっちゃった。ここボルトのこの建物からはうまくスターコア持ってきたが、まだまだあるんだよな。だからそうだね、どうしようかなこれ。さてと、この辺の敵をちょっと一掃しちゃって、ギャラクティックゾーン内にまだいくつかあるんだね、スターコアがきっと。いや、違うのか。メインフレームを直すってなってるから、ちょっと動画外でスターコアがまだ外側と屋外にあるそうだから探してこよう、これを次回までに。そしてメインフレーム直したり、そしてスターコア挿入したりしよう。というわけで若干長くなってるかもしんないけど、今回はこんなところで。予測不可能な事態により、ヌカナイトとヌカコーラダークナイトの毎日恒例の決闘は追って知らせがあるまでは中止となりました。決闘、じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。